ちなみにですね、愛工大名電校 の、うん、あの今枝監督によりますと、はいはいはい、白塚選手は掃除洗濯や整理洗頭をきちんと行うタイプ。あら、そうなんですね。ちょっと森園選手と真逆のタイプ。何を言ってるんですか。はい、僕もあの一通り やりますよ。いや、もう以前だって取材でもう自宅伺った時でえらいことになってましたよ。もうそれチクられてるんですか。やっぱバレてるんですか。はい、いや実はそうなんですよ。全くできないんですよ。整理整頓が苦手、はい、でも確かに翔選手遠征行くと、はい、スーツケースの中すごく綺麗だったり部屋綺麗だったりするんで。マジでその辺は気をつけてるんですか。なんかちょっと気になっちゃいますね。気になっちゃう、はい、あ、じゃあちょっと森園さんとちょっとドイツであの、はい、ご一緒してた時はちょっと気になったりしてました。ちょっときつかったです、ね。じゃあまあそういうことですよ。あの反面教師にして今があるということです。なるほどね。ちょっと今度あのその整理整頓の仕方を教えてください。